はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、こちらね、ももちゃん、そして今グビグビちょうどお水飲んでるまるきちくんなんですけど、まるきちくんね、一日でこれだけチモシーを食べました。で、ももちゃんはほとんど完食してますね。ということはかなり食いしん坊なのかと言うとね、そういうわけではないんですよね。さあ、それはね、ここに秘密があります。はい、舌にね、めちゃくちゃ落としてるんですよね。それを加味すると食べてる量はほとんど一緒です。まるきちくんはね、逆に舌にほとんど落とさずに食べる子なんですね。ですから、まあ、こういう場合ね、まあ、個体差はあるんですけど、もし今見られてる方のうさちゃんがこっちのタイプであればね、過去動画のこれをね、参考して応用していただけたら、こうやってね、捨てていくチモシは少なくできると思います。またね、改良版、この、フィーダーに合わせたその対策法もね、今後出していきますので、ぜひとも気になる方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。簡単な動画ではあるんですけど、ぜひね、こういうのね、小さいところではあるんですけど、節約無駄をなくしていったらね、チモシの量も、捨てるチモシも減らして、ね、コスパのいい生活が送れると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。